アルフォンソ・タフト・ダニエル・ハンティントン・アルフォンソ・タフトは、アメリカ合衆国の政治家。ユリシーズ・グラント大統領の下で、第31代アメリカ合衆国陸軍長官、及び第35代アメリカ合衆国司法長官を、務めた。1810年11月5日、タフトは、バーモント州タウンゼンドにおいて誕生した。タフトは、地元の公立学校で教育を受け、 アマーストアカデミーへ進んだ。タフトは家庭教師として働き、勉学のための資金を稼いだ。タフトはイエール大学へ進学し、法律を学んだ。タフトは在学中、同輩のウィリアム・ハンティントン・ラッセルと秘密結社、スカル・ボーンズを設立した。タフトは1833年にイエール大学を卒業し、同法科大学院へ進んだ。タフトは コネチカット州エリントンで教師として働きながら法律の勉強を継続し1838年にコネチカット州で弁護士として認可を受けた。1839年タフトはオハイオ州シンシマティへ移り同市の市議会議員となった。タフトはオハイオ州において最も影響力のある人物の一人となった。タフトは シンシナティ大学及びイエール大学において理事を務めた。1867年、タフトはイエール大学から法学博士号を送られた。タフトは1856年に連邦会議員に立候補したが敗北した。タフトは1866年から1872年までシンシナティ上級裁判所の判事を務めた。1872年、 タフトは、シンシュナティ弁護士協会の初代会長を務めた。タフトは1876年3月に、ユリシーズ・グラント大統領から、アメリカ合衆国陸軍長官に任命された。1876年5月、タフトは、アメリカ合衆国司法長官に転任した。1877年3月、タフトは、グラント大統領の人気満了に伴い、 司法長官を退任し、弁護士業に復帰した。タフトは1875年と1879年に、オハイオ州知事に立候補したが、敗北した。タフトは1882年から1884年まで、オーストリア・ハンガリー帝国駐在公使1884年から1885年まで、ロシア帝国駐在公使を務めた。 1891年5月21日、タフトはカリフォルニア州サンディエゴにおいて死去した。タフトの遺体はオハイオ州シンシナティのスプリンググローブ墓地に埋葬された。タフトの父はバーモント州のハンジ・ピーター・ローソン・タフト、母はシルビア・ハワード。共に1640年代から1650年代にかけて、 イングランドからマサチューセッツ植民地に入植した移民の子孫であった。1841年8月29日、タフトはバーモント州タウンゼンドにおいてファニー・フェルプスと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。チャールズ・フェルプス・タフト・オハイオ州、選出連邦会議員、ピーター・ローソン・タフト・メアリー・タフト・アルフォンソ・タフト、アルフォンソ・タフト。 1850年から1851年、アルフォンソ・タフト1853年12月26日、タフトは、マサチューセッツ州ミルベリにおいて、10枚のルイザ・マリー・トリーと結婚した。二人の間には、以下の子供が生まれた。サミュエル・ダ・ベンポート・タフト・ウィリアム・ハワード・タフト第27代、アメリカ合衆国大統領ヘンリー・ウォーターズ・タフト。 ホーレスダットンタフトフランシスルイーズタフト A B C ザポリティカルグレーブヤードハット A B C D U S アーミーセンターオブミリタリー history ハット A B C D F G H I ユナイテッドステートズデパートメントオブジャスティスハットユナイテッドステーツ・アンバサダー2オーストリアハンガリーハットユナイテッドステーツ・アンバサダー2ロシアン。エンパイアハット A B C タフトファミリージーニアロジーページ ハットケイン。ヨゼフネさん、プレジデンシャルファクトブック。ランダムハウス、インク。ニューヨーク。1999。ストロング。グレゴリー。ストロングアンセスターズ。オーガスト2001。ありがとうございます。